松山市出身で台湾の嘉義農林高校を甲子園準優勝に導いた近藤彪太郎が台湾野球界の殿堂入りを果たし、今日教え子らが中村知事に報告しました。松山市出身の野球指導者近藤彪太郎は、台湾で嘉義農林高校の野球部を率いて甲子園準優勝にまで導くなど、台湾野球界の礎を築いた功績が認められ、今月12日、台湾野球界の殿堂入りを果たしました。近藤彪太郎が監督を務めた松山商業高校や新田高校野球部の OB らで作る近藤彪太郎を称える会のメンバーらが今日県庁を訪れ、中村知事に殿堂入りを報告。報告会には、坊ちゃん劇場で上演中のミュージカル加納で近藤役を演じる俳優の岩渕俊二さんも立ち会い、喜びを語りました。改めて本当に責任感と申しますか、身の引き締まる思いがしますし、また明日から公演が始まるんですけれども、しっかり努めていきたいなと思っております。3月には松山台北便が再開するのに合わせて、ミュージカルの公演も1年間延長が決まっていて、改めて近藤彪太郎の功績が見直される機会になりそうです。